チーズケーキ。そう、それチーズケーキ。なんかジャスコで、うん、スイーツフェアみたいなのやってて、うんうんうん、それの一つだけでいいな。あ、二つ。なんだか。なんでかっていうこれは物が違います。あ、違うな。ここが楽天ランキング一番でアマリアっていうところで、うん、とろける口どけアマリアチーズプレーン。うん、でこれが、うん、なんかテレビ差で出た時にテレビで紹介された時に。あの3ヶ月待ちとなったんだけど、チーズケーキや濃厚チーズケーキアマリアチーズキャラメル、ちょっとこれ切ってちょっとずつ切ってあと切る。みんなとかそれがいい。チーズキャラメル、ナイフドバンって出した方がいいけど、どうやって食えばいいの。ちゃんと渡すべきだけど下がって、うん、いいよ。なんか昨日テレビでなんかやったか、うん、やってて、なんか津軽市のここでもこうさ、ネット見たときは全国のそのイオンでやっちゅっぽい、うんうん、津軽市だけじゃなくて、あ、それで取れる。幅振ってるんですよ。これこう取って取って両方旅に行くまで半で、このくらいでどう？はちょっとずつ、わだっけ？全然な。全然もう少し、うん、もう半分ぐらい全然。マチコからね。ふにゃっとして美味しいです。ふにゃっとしちゅうで、レアチーズだな、うん、スプーンでこうすくってもらってもいいって。新しいスプーン使って、でっけスプーン使うとクリーンってクリーン抜けそうじゃない？大手作の部分残りませんね。あんだ5月の10日までやっちゅうらしいはんで、まだ買えばいいね。はい、じゃあいただきましょう。私は一つ、はい、この白い方が作る。白い方からね。カツトンが怖いね。うん、うん、おいしい、うん、おいしいな、うん、おいしい、うん、きっとこっちの方がおいしいかもしれないよ。こっちよりきっと知らないけど、これがそのなんていうの、一番そのお店で、うんうん、うっちゅうやつっていうか、もともと有名になった、うん、あ、おいしい、うん、うまいね、うん、なんかもうクリームって感じ。なんだ、クリームっていう感じ。でちょっとこう酸味があるような感じもする。うん。コーヒー飲むよ、間に飲む。いいよ。もう飲んじゃうよ。合うかもしれないですね。そこにテーブルの上の平気どもから次、いや、これでも片付けだった、うん、うまい、おいしいよ、うん、高級な味した。ケーキや、なんだっけ、ケーキや、全部してもいいじゃん。あゆみさん、これまでつまんざい、おいしいっちゃ。それこそ高級な味だな。カラメルもおいしい。あ、でもほら、こっちの白い方すぎたわ。だからアメリカとかじゃん。アマリアよ、アマリア。アマリア。アマリア。今ジャスコさん来てる。スイーツ、フェスタみたいな。あんたやってる。コーヒー飲むのが。大したコーヒーと合う。合う。合う。紅茶よりもやっぱりコーヒーが好き。もういい、もういい。プレーンとキャラメルが、これ
でもちょびっと食べるもんだ。ちょびっと。ちょびっと食べるもんだ、きっとな。あんまり、いくばい胸上げしてもあるよ。だよな。クリームダンタモン。うん。あ、どうしても肉がなんか。いいって。少しずつ食べねえで、揚げと食べるって。胸上げすって。ねって。凍って売ってるものだ。凍ってな冷蔵で売っちゃう。ケイタロのおかげで変わったものぐらい食べりでいいな。まだな、うん、マチココのもろくと2つそっからあげるもんじゃない。これどっちでもいいの。それ白。白。の今度はなんだっけ、あの串刺したお餅、みたらし団子、みたらし団子、あの大ちゃん一つ食った時も胸いっぱいだ、みんなマツコにあげるって2つお餅、あれもまた美味しい。どっから買ってきた。あれも同じ。あー、そっかそっか、すごい美味しかったよ。食べる、食べさせて。一個来たけど、あ、美味しそうだな。美味しそうだ、ほら喉詰まる。おいしい。ほんと。どんちょいじってくる山のよ。どんな感じ。うん。みたらし団子の味です。うん。大ちゃん、おいしいね。うん。あ、残ってきてくれた。うん。うん。ありがとう。ここ明日食うよ。何の？ん？これ明日食うやつ。みんな。これしまっといて。冷蔵だべよ。うん、冷蔵。ダメで。まあ冷蔵。あんまり食って食べなきゃ。ね、揚げといて今持っていく。ここさ揚げとけばいい。こっちの冷蔵庫入れるんで。そこじゃない。うん。うん、おいしい。あ、美味しいか。